パウロ・ベントは、ポルトガル共和国リスボン県リスボン出身の元サッカー選手であり、現サッカー指導者。2010年から2014年まで、ポルトガル代表監督を務めた。現韓国代表監督。現役時代のポジションは、守備的ミッドフィールダーであり、タックル能力や運動量に優れていた。ポルトガルのシュトリスボンに生まれ、CF エストレラ・マドーラ。 ビトーリア SC、SL ベンフィカなど、ポルトガル国内のクラブでプレーした後、スペインリーガエスパニョーラのレアルオビエドでも4年間プレーし、プリメーラディビシオン残留に貢献した。2000年に、母国のスポルティング CP に移籍し、そこで、選手生活を終えた。ジョアンビエーラピントやマリオ・ジャルデウなどスター選手揃いの、スポルティング CP では2001から02シーズンに、 スーペルリーガと達ッでポルトガルの2冠を達成した。まだ駆け出しの選手だったリカルド・クアレスマやクリスティアーノ・ロナウドの面倒を熱心に見ており、ロナウドには特に慕われた。パウロのサッカー選手としての態度がとても気に入ったんだ。多くのことを彼から学んだよ。とにかく僕らを引きつけるような気持ちのこもった教え方をするんだ。 クリスティアーノ・ロナウド1992年1月15日のスペイン戦でポルトガル代表デビューした。2000年の UEFA ユーロ2戦ではアベル・シャビエルやヌーノ・ゴメスなどと共にプレーし、最終的にフランスに敗れたが準決勝に進出した。2002年には2002フィファワールドカップに出場し、韓国戦が代表でのラストゲームとなった。 2006から07シーズンまで2004年に35歳で現役引退した後、スポルティング CP の下部組織のチームの監督に就任すると、初年度の2004から05シーズンには、ジュニア世代で全国優勝を成し遂げた。2005から06シーズン途中にトップチームのジョゼ・ペセーロ監督が解任されたため、指導者歴1年のベントが、 トップチームの監督に昇格するという決断が下され、18歳だった何を就任直後の試合でトップチームデビューさせるなど、チームに新しい風を吹き込んだ。シーズン終了後に知名度のある監督を呼び寄せるまでのつなぎの役目に過ぎないと揶揄する声も聞かれ、就任直後は低調な成績だったが、シーズン後半戦には10連勝という成績を収め、 優勝した FC ポルトに迫った。2006から07シーズンは、ユースチームの監督時代の教え子を、次々とトップチームに昇格させ、何、ジョア・エモーティーニョ、ミゲル・ベローゾなどが期待の若手として、注目を浴びた。最終節まで、リーグ優勝を争ったが、FC ポルトに、勝ち点1差で優勝を逃した。タでポルトガルでは、決勝で CF。 ベレレンセスを1から0で破って優勝し、トップリーグの指導者として、初めてのタイトルを獲得した。2007から08シーズン2007年6月、クラブとの契約を2年延長した。2007年夏の移籍期間には、ロドリゴ・テージョ、マルコ・カネーラなど、守備陣の主力がチームを離れ、守護神のリカルド・ペレーラもレアル・ベティスへと旅立った。シモン・ブクチェビッチ。 マラト・イズマイロフ、ブラディミル・ストイコビッチなど、東欧の選手を中心に補強して、シーズン開幕を迎えたが、スーペルタッサ・カンディド・デ・オリベーラでは、リーグ王者の FC ポルトに1から0で勝利し、最先の良いスタートを切った。2007から08シーズンは、FC ポルトが、スポルティング CP に、勝ち点14差をつけて、独走を優勝したが、ベントはチームを、 UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得できる2位に導いた。シーズンのほとんどを3位以下で過ごしていたが、シーズン終盤で SL ベンフィカとビトーリア SC を振り切り、3シーズン連続で2位フィニッシュした。UEFA チャンピオンズリーグ本戦出場権を3、シーズン連続で獲得するのはクラブにとって前例のないことだった。このシーズン、ベントは、 国内リーグよりも国内カップであるタッサでポルトガルのタイトル獲得に力を入れ、決勝で FC ポルトに2から0で勝利して優勝した。リーグ戦ではホームの15試合で12勝3分という成績を挙げ、1986から87シーズン以来となるホーム無敗の記録を樹立した。タッサでポルトガルで二連覇したのは百七十四年以来であり、 3シーズン連続して2位以内でシーズンを終えたのは1962年以来であった。タッサでポルトガルを2シーズン連続で獲得した監督は過去に3人しかおらず38歳にしてポルトガルサッカーの歴史に名を刻むことになった。2008から09シーズン2008年夏、ポルトガルのディアリオでノティシアス氏はスペインのレアルベティスが エクトル・クーペル監督の公認として、ベントの昇平を検討していると報じた。2008年7月15日、イギリスのザサン氏とデイリー・テレグラフ氏は、ポルトガル代表監督に就任する、カルロス・ケイロス・アシスタントコーチの公認として、マンチェスター・ユナイテッド・ FC が、ベントの登用を計画していると報じた。ベントはすぐに噂を否定し、スポルティング CP に留まる意思を主張した。 2008年夏には新たに何人かの新戦力を獲得する資金を与えられ、FC ポルトにエルデル・ポスティガを放出して、ファビオ・ロッケンバックと M カネーラを獲得した。さらに、レンタルで加入していたイスマイロフとレアンドロ・グリミを完全遺跡で獲得し、タクラブから関心を示されていたモーティーニョとベローゾの引き止めに成功した。2008年8月16日、 スーペルタッサ・カンディド・デ・オリベーラで FC ポルトに2から0で勝利し、最先の良いスタートを切った。厳しい批判にもかかわらず、チームに残した選手の一人であるルイ・パトリシオは、この試合のキープレイヤーの一人となり、後半には、ルイス・ゴンサレスの PK をセーブするなどの活躍を見せた。この勝利は、FC ポルトのジェズアウド・フェレーラ監督が2007年と2008年の、 スーペルタッサ、2008年のタッサでポルトガルで記録した、勝利とよく似ており、ベントの株を上げた。さらに、スーペルタッサに連覇は、クラブ史上初めての出来事であった。獲得したトロフィーの数では、クラブのレジェンドであるジョゼフサボ監督に次ぐ、クラブ歴代2位となり、彼の指揮下で4つもの銀牌を、スポルティング CP のトロフィールームに加えたため、パパタスの愛称を得た。 2008から09シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではグループリーグ4節で4勝2敗で首位の FC バルセロナに勝ち点1差に迫りクラブ史上初めて決勝トーナメント進出を決めた決勝トーナメント1回戦ではバイエルン・ミュンヘンと対戦したがファーストレグは0から5セカンドレグは1から7で敗れ同大会決勝トーナメントの最大得点差記録を 更新する2試合合計1から12で大敗した。この大敗は、ファンの間に、ベントに対する不満を呼び起こし、とりわけ退屈な、試合内容に不満が続出した。リーグ戦では、序盤戦は、調子が上がらなかったが、尻上がりに調子を上げ、最終的には優勝した FC ポルトに勝ち点4差の2位で、シーズンを終えた。タッサでポルトガルでは、決勝で、 SL ベンフィカと対戦し、PK 戦の末に敗れて、準優勝に終わった。解任を求める声は、会長選挙が行われたシーズン終了まで続いたが、会長選挙に勝利したジョゼ・ドゥアルド・ベッテンコーと会長はベントを支持し、2年の契約延長で合意した。2009から10シーズン2009年夏の、新加入選手は、マティアス・フェルナンデスや、 フェリペカイセドなど数人にとどめ、チームの基盤維持に努めた。しかし、UEFA チャンピオンズリーグでは、本戦出場をプレイオフで、アクフフィオレンティーナにアウェーゴール差で敗れ、リーグ戦では9節を終えて3勝4分2敗の7位と、失望を残した。11月5日、UEFA ヨーロッパリーグの FK ベンツピルスとの、試合を1から1の引き分けで終えた後、 低調な成績を理由に辞任を求める声が高まり、隕石辞任した。彼の在職期間は、クラブ史上2番目の長さであった。2010から20142010年9月20日、UEFA ユーロ2 0 1 2予選の低調な滑り出しを理由に解任されたカルロス・ケイロス監督の後釜として、2012年までの契約で、ポルトガル代表監督に就任した。 契約は2012年7月までとなる。初再敗となった10月8日のデンマーク戦には3の1で勝利した。11月17日には 2010FIFA フフワールドカップ王者のスペインを4の0で粉砕した。2014年の FIFA フフワールドカップブラジル大会では、初戦のドイツ戦で0の4の大敗を喫したのがたたり、1勝1敗1分でグループリーグ敗退となった。 ワールドカップの後も監督に止まったが、2016、ヨーロッパサッカー選手権フランス大会予選となった9月7日のアルバニア戦で0の1と敗れ、2014年9月11日に監督を解任された。解任となったが、カリスマ性もあり、また言葉に裏打ちされた経験と分析力は、クリスティアーノ・ロナウドをはじめ代表選手の多くから、慕われていた。 当時のポルトガル代表をマネジメントしその後のポルトガル代表の礎を築いた。2016シーズン2016年5月11日、クルゼーロ EC の監督に就任した。だが、成績不振を受けて、同年7月に解任された。2016から17シーズン2016年8月11日、ギリシャスーパーリーグのオリンピアコスの監督に就任する。 ことが発表された。契約期間は2年となっている。しかし当時チームは国内カップ準決勝進出、ヨーロッパリーグベスト16の成績、リーグで首位だったが、2017年3月5日にポックに敗れ、解任された。2017シーズン2017年12月11日、中継東大力ホ足シ玉クラブの監督に就任。だが、 成績不振により2018年7月21日に解任された。2018年8月17日、韓国代表監督に就任した。ありがとうございます。